名前は橋本美代です。で彫刻家をしています。で出身は、父と母が豊岡、兵庫県の豊岡市というところが出身で、まあ、そちらで生まれて、その後父の仕事の関係で神戸市に住んでいたんですね。でその後、マイホームというか、うちの家族が家を買ったのがその尼崎っていう土地で、私はだから3歳か4歳ぐらいから多分尼崎に住んでいる、あんまり記憶はないんですけど、から大学受験までなのでね、20ぐらいまでは住んでましたね。はい、動物とだけは会話ができる。人間が本当に苦手なんですよね、ちっちゃい頃から。でお母さんごっことか、よくやる女の子の遊びでも、こう犬の役をやらせてほしい、もう人間の役ができないような子供で、でまあずっとだからこう人付き合いが苦手なまま、小学校、今一人も友達がいないんですよね。尼崎のその向こう南小学校というとこだったんですけど、だからすごいそう思うと本当にこう内気というか、で動物の飼育係はやってたので、やっぱりその頃からもう動物とだけは自分が心が通じ合えるっていうのがずっとあった子供時代だったんですね。多分ないんですよね、もうその 本質的な部分というか、まあ、人と関わるのが苦手っていうのもあるし、生き物たちとだったらこうすごく気持ちが楽に触れ合えたっていうのがあるので、多分もう生まれつきそういう性分なんだとは思います。でも家から本当近くに何でもあったんですよ。尼崎って今でもそうですけど便利な町なんですよね。だから公園もまあうちから50メートルぐらいのところにありましたし、まあ、そこでクスノキとかいっぱいあったので、クスノキに登ったりとかね、砂団子を作ったりとか、普通の本当に昭和の子供の遊びをしていました。で当時は野良猫とかやっぱり外犬が多かったので、うちはちっちゃい頃飼ってなかったんですけど、その外犬ちゃんに毎日挨拶をしたりだとか、野良猫をちょっとご飯をあげてうちに寄せたりだとか、そういうのが本当に幸せな時間だったですね。小学校の時に一度犬を飼っていたんですけど、病気で早くに亡くなってしまって、まあ、それもあって獣医になろうとその時決意したんですね。あとは震災後に、猫を保護して飼いました。そう、まあ、獣医を目指すのはすごく自然で、まあ、とにかく動物に関わる仕事がしたいと、私は一生動物と過ごせたらそれでいいかなぐらいに思っていたので獣医を目指していたんですけど、15歳の時ですかね、もう進学を理数系に決めてたんですけど、阪神淡路大震災という大きな震災に遭った時に、命っていうのは、まあ、ある日突然こう、まあ、それも大量に失われることがあるっていうのを思って、でそのなんか無力感というか、医学っていうのは、死者に対してはもう 手の出しようがないっていうのをその時に感じてしまって、私はその阪神淡路大震災をやっぱ経験したものとしてこれから生きていく上で、なんかこうもっと死者に対するなんか仕事がしたい、この世界からいなくなってしまった者たちをもっと思い出したり、なんかこうもう一度触れたり、そういう経験をするためになんかそういう体験が与えられたのかなと、こうすごくガツンと胸にくるものがあって、それでなんかその時から自然とこう動物たちの目の前にいる子たちの絵を描くようになったんですよね。でそれをやりだすと、なんか避難所でもやってたんですけど、
何十時間絵を描いてても飽きないんですよね、自分が。でその時になんかこれ転職かもしれないって思って、でそこからガラッとこう進路を変えて、あの美術の道に足を踏み入れました。バイオリンはもう4歳ぐらいから、それは兄がやってたので、あの兄の多分真似をして始めたんですけど、兄はバイオリンが大嫌いで、でも今ミュージシャンなんですよ。それであの兄はジャズドラマーの道に行ったんですけど、私はあのバイオリンが大好きで、それで兄より長く続けて、まあ、尼崎のそのジュニアフィルハーモニーっていうのも入れてもらって、ずっとあのオーケストラをやったりだとか、あの週に1回バイオリンの先生に教えてもらって、だから音楽は本当に私の中ではもう人生全部、100年人生だとしたら人生全部を共にする友達のような感覚で、まあ、それが本職になろうがならないだろうが、なんかあんまり気にならないぐらい好きなものなんですよね。で今でもそれが一昨年ぐらいかな、コロナ禍になって、あのなんかミュージシャンの友達がもともと多かったんですよ、兄の関係もあって。それであのバイオリン弾けるって言うんやから弾いてみないって、まあ、誘ってもらって、弾いたら20年ブランクあるのに音楽は私を見捨ててなかったんですよね。すごく気持ちよく弾けて、でなんかその時に、あ本当に音楽っていうのはこう長い友達なんだなっていうのを感じましたね、私にとって。そこは迷いがなかったですね、うん、っていうのもやっぱり物質が失われるっていうものに対するあの抵抗というか、あのもう一度触りたいっていう思いで美術を始めているので、もう自然とやっぱ絵だけではちょっと自分が納得いかない部分があるので、立体っていうのはすごく自然な流れでしたね、うん、一番最初トム、猫のトム君って言って私が飼っていたその尼崎の実家で保護した猫なんですけど、まあ、その子は母親が教師をしていて、授業にちょっとやんちゃな生徒が猫を連れてきた。それで、まあ、尼崎にはよくある話なんですけどね。それで当時のね、であの猫を連れてきて、もう困るって言って、もううちで飼うわってなって、なんとうちに猫が来ます。でその子がトム君といって、私はもう最愛の猫なんですけど、その子と、まあ、長い間一緒に暮らして、でも大学が東京だったので進学で離れることになって、あトム君がそばにいてくれたらなんて幸せなんだろうと思って彫刻を彫ることにしたんですよね。それが、人生最初の、木彫であり、人生最初の動物の彫刻との出会いでした。全然覚えてないことに愕然としたというか、あんなに8年とかね、長い間一緒にいたのに、その全然その花のぼっちがどっちにあったかさえ、あの再現できないもんなんですよ、人って。で私今はこういう仕事なんで、今会った子は結構こう 3D で覚えれるようにはなったんですけど、人ってこうぼんやり一緒に暮らしている上ではそれほど対象をしっかり見ていないっていうのをその時にすごく感じたんですよね。だからその子が模様がどこからどこにあったかとか、写真見ないと全然再現できないっていうのがもうすごい衝撃でしたね。私は何を普段見ていたんだろうとか思いましたね。でもなんかその時にすごく大事に思ったのが手触りの部分、これだけは体験として残ってるので、視覚じゃなくて忘れないんですよね、こういう感じだったって、その性格とかね、その子のね、だからその辺の部分があの触れ合えてたので、その辺を思い出しながら作った感じでしたね、うん、もういっぱいありますね。なんか友達とやっぱ音楽したりもしましたし、あとは何だろうな、
犬を飼い始めた初代月くん、大学2年生の冬でしたかね、木を飼いに行くつもりが犬飼って帰ったっていう、まあ、それもすごいやっぱり私の衝動的なあの性格が出ているんですけど、でいや犬飼っちゃったどうしようって先生に相談したら、まあモデルとしてなら連れてきてもいいんじゃないってなって、なんと大学にあの一緒に通うという、あの動物のお医者さんみたいなあの漫画のような大学生活を送って、で、まあ、月くん初代月くんをそのすごく可愛がってお友達もくれて、まあ、一緒に本当に過ごした大学生活が今の私のこの原点というか、あとは大学に猫がたくさんいたので、その猫たちをスケッチをもう朝5時ぐらいからやってましたかね。授業が始まるまで3、4時間毎日やってたんですけど、それがやっぱ苦じゃなくって、その私っていうのは本当にそのだから作ることが好きなんだなっていうのを大学生の時に感じましたね、うん、ご依頼を受けて作る場合はもう全く知らなかったこと出会うことにはなるんですけど、ご依頼がない場合は私が、まあ、展覧会とかで全国を旅したり、まあ、世界を旅したりすることがあって、その時に出会った子たちでピンときた子を、アトリエで再現してます、はい、ですね。動物園の子の場合も多いです。でもあんまり積極的に自分から動物園に行くというよりは、仕事で今フィギュアを作る仕事をしていて、それで動物園の子たちをフィギュアにしているんですけど、その最中に出会った子たちっていうのがもう本当に心奪われる子たちがたくさんいて、その子たちをフィギュアだけじゃなくて原寸大でってことは結構近年増えましたね。木はクスノキという木を使ってます。これ思い入れがあって、まあ、それこそ交通公園だったり、私の行ってたあの中公園という公園だったり、まあ、自分の自宅の庭にも実はクスノキが1本あって、本当によくある木なんですよ日本にね。でこのクスノキが私にとってはもう本当になんか相棒というか、すごく掘り心地がいいのでこれしか使ってないですね。そうですね、なんでもう本当理由がなく書くんですけどね書きたいっていうかね、とにかく、その子の、写真を撮るだけではなんとなく私の中でその子をつかめない部分があって、それで絵を描くとすごくこう、あ、それこそさっきのトム君の時に思ってた、眺める、ただ眺めて見ているんですよね写真、私はですけど写真を撮る時は多分で、絵を描く時っていうのは形を積極的に知ろうとして見るので、まあ、すごくその自分の制作の設計図というかそういうものにつながりやすいのでスケッチを大事にしています。シンプルに生命感っていうのをもう最も重要視する制作をしていて、生命感さえあれば正確さとか正しさ、あとはその技術的な部分はもう全てなくてもいいものだとは思っていますね。その彫刻が生きてればそれでいい。で逆に言うとすごく技術的に高くても、あとは精巧に作られて美術品としての価値は高くても、生命感がないなら私にとってはそこに価値がないんですよね。だからそれぐらいその重きを置いている部分ではあります。それはすごい面白い仲間で、靴屋さんと音楽家、まあ、ミュージシャンの方と私で始めたんですけど、全然ジャンルが違うのでもう混ざり合ってすごく面白い雑談空間になってて、なんかアイデアがすごい湧くんですよね、そこにいると。なんか自分のこうアトリエ、まあ私アトリエも大好きなんですけど、アトリエにいると自分の枠組みの中ですごく考えるので、
あのこういうことができる、ああいうことができるっていうのがすごく彫刻業界の中でのこと発想になるんですけど、なんか靴屋さんとかと話してると、そういう服できたら面白そうとか、もう全然アパレル関係とかなので全然また発想が違うんですよね。で今一緒にグッズを作ってもらったりしてたりで、あとはミュージシャンと話をしていると、じゃあその彫刻たちのなんか展覧会に音をつけようみたいな話になったりとかで、ライブをしたりとか、すごいこうフレキシブルに世界が広がっていく空間で、なんかコロナ禍になってすごく世界が閉塞したと思ってたんですけど、コロナ禍以後始めたんですけど、すごくその東京のアトリエは貴重な場所になってますね。今後の展開はまだ私もぼんやりしているんですけど、まあどこかで、まあ、いずれは美術館を作りたいなとやっぱり思っていて、美術館兼音楽ホール、まあ、今のラビットホールの進化系なんですけど、展覧会場内でライブができるってすごいなと思ったんですよね。音響設備も整っていて、でそこに私の好きなものを集めたいなと思って、本屋さん、雑貨屋さん、カフェで宿泊施設みたいな、もうそうトータルで楽しいみたいな、なんかそういうのが作れたらすごくいいだろうなと思って、今ぼんやりそのことをなんか人生最後の目標のように最近は考えてますね。うん、総合芸術的なもの、そのなんか自分が五感を使ってそこに行くとすごくクリエイティブな気持ちが生まれたり、なんか人に優しくしようと思えたりとか、まあ、音楽とか美術ってそういうもののためにあると思うので、何かそういう空間自体をあのこちらが提供できたら、すごく日本のなんか若い人たちとか、まあ、私たちみたいにちょっと土地を取ってきた人たちでも、もう一回このなんか街とか国を好きになれるんではないかなと思っています。あの絵を描くんですよね、朝ね、散歩、月くんと長い散歩に行きます。40分とか歩いて、でその長い散歩は本当に無音で音楽も聴かず、ただ歩く、で思考もほぼ停止して歩くんですけど、その後に絵を描きます。 あそこにあるんですけど、スケッチ、月くんの絵が多いんですけど、朝1枚絵を描いて、でそれが終わったら大体あのスタッフさんが来たりとか、まあ、来ない日でも9時半ぐらいには仕事に入りますね。で仕事っていうのは本当にそれも日によって違うんですけど、展覧会のための制作だったり、フィギュアの制作だったり、オーダーメイドだったり、もう本当に毎日仕事がすごいこう変化するので、飽きることがないというか、すごく楽しい時間を過ごしていると、まあ、すぐ5時になりますかね。そっからは食事をしたり、お風呂に入ったりしたら、あとはバイオリンをずっと弾いてで寝る。本読んで寝る。何にも無駄なことしない生活って感じですね。シンプル。休日があんまないから分からへんけど、でも自分が好きなことは本屋さんに行くことがもう一番好きかもしれないですね。本が好きなので本屋さんを探して、まあ、行ったりとか、あとは雑貨屋さん、マルシェとかも大好きですし、で服屋さんも好きですし、そういうやっぱり別のカルチャーに触れるのが自分の癒しになってます。好きな食べ物はチョコレート。もうひたすらさっきも隠しましたけど、テーブルの中チョコレートだらけ。好きな場所はだからアトリエですかね。今はだからこことラビットホールですかね、がすごく好き
あとは本屋さんですね、やっぱり全国の、はい。まあね、あんまりほとんど帰らないんですけど、実家の近所に好きな服屋さんが一つあって、それはたまに行ったりはしますかね。あとはでもほとんど帰らなくなっちゃいましたんで、この機会で帰れて尼崎をちょっとうろうろできるのがすごい楽しみです。私は阪急電車沿いの人間なので、もう本当に向こう側のなんか河川敷のイメージとか、そういう向こうの層とかね、ああいうイメージしかないんですけど、なんか南の方もやっぱり好きで、自分も結構ああいう癖の強い商店街とか、今だったらすごく大人やし、小さい頃みたいに怖がらず楽しめると思うので、ちょっと行ってみたいですね。そうですね、一番の思い出は実はちっちゃい頃ではなくって、18歳の時なんですよね。18歳19歳の時に私は浪人生活を尼崎で送っていて、その時になんか風景を描こうっていう課題があったんですよ。で、一番好きな風景って尼崎だと私交通公園だなって思って、で交通公園にキャンバスを持って行って、でそこで描いたのが鈴懸の木というプラタナスっていう実のなる木だったんですけど、なんかその交通公園でぼんやり絵を描いているとすごい幼少期のことが思い出されて、人とあんなに喋るのが苦手で、なんか動物としか関われなかった人間がこのコミュニケーションっていうのを最も大事にしないといけない美術っていうジャンルに足を踏み入れようとしている、なんかその不思議な経過がすごい面白くって、だから一番印象にあるのがその交通公園ので3日間ぐらい朝から晩まで絵を描いたことなんですよね、うん。一番嬉しいのは本当に固く考えず、動物たちに会いに来る感覚で来てほしくって、そこには美術っていうもうジャンルをはるかに超えたなんか気楽な楽しみがあると思うので、まあ、動物嫌いな人でもね、一度来てみてほしいですね。実際にアレルギーも起きませんし、木彫りなので子供たちも犬アレルギーの子でもベタベタ触れるんですよ、彫刻なら。だから生まれて初めて触ったっていう子もいてね、すごいそれも感動するんで、なんかぜひね、親子とかあとはお年寄りの方とか、まあ、動物が苦手っていう人ほど来てもらうと、純粋にその存在の美しさとか可愛さを体験していただけるので、噛みつきもしませんし、ぜひお越しいただければと思います。